さやかえででいいのかな。そうだよ。え？池と沼。池と沼。池と沼。いいね。初めて。そう、かえにゃんです。初。やほー。コラボはかえにゃんです。やほー。イエーイ。めっちゃ白いじゃん。かえにゃんの方。これはさやかちゃんの自撮りの時のあれって感じ。確かに。フィルターって感じする。漏れとる？イエーイ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。コラボです。コラボ配信。なおちゃん。初だよ。池沼？そう。池沼。あれ。お疲れ様。ありがとうございます。池沼の池。いいね。私名前に沼入ってないけど。入口沼さん。池。入口沼さん。池。池島？なんかありそうだね。池内島。なんか取られるんだよ、まさやかちゃんの方に。強い内島。うん、池沼はダメ？あれ？お渡し会終わりです。ありがとうございます。カイニャファンの方。やっほー。島民の方。あれ、カイニャは何？カイニャンズ？うん。なのかな？カイニャンズの方。入口島です。島民の方、かいにゃんです。よろしくね。よろしくね。多分知ってるよね。お互い知ってるよ。ケキセ推しだもんね。うん、こけしみたいだって。こけし、懐かしいね。長崎のこけしちゃんだけど。チコちゃん。ちゃん、嬉しいね、こんなに。嬉しい。堂々とコラボレキ。でもなんかこの感じでチンチコチン終わりな、ね、明日も私はチンチコチンなのね。そうだよ、悩んだね、うん、私もカイニャンとかナーヤンとやりたいのにいまだ来ないんですよ。誰だろう次、ね、やりたいね。やりたい。次の予想は誰だろう。意外な人が来そう。さやかちゃんと。そう。誰だろうな。誰だろう。キャさんとやったことある？ある。前回がそうキャノンティ。前前回がまごちゃん。うん。誰だろう。一気に先輩で西さん。おい。素敵感情込みすぎやろ。西さん？西さん。あ、ゆっち、確かにゆっちありそう。うん、ありそう。え、西さん。あの西さん、チコ消しだって。あれ、チコ消し、いいね。合うね。チコ消し良くない？なんかオーディションの時からお互いに知ってたじゃん。確かに。だからこその、うん、チコ消し。チコ消しなんかありそう。スズランさん、あいスズランさんも一緒にやってみたい。うん、お話楽しそう。タニさん、タニさん面白そう。私から言ったけど CD 完売しない。悲しい。え、トレーナーじゃないよ、ニットだよ。ニットだよ。これ握手会で着ようと思ってたけど、ここ今着ちゃった。え、かわいい。ベア、ね、かわいいでしょ。ベア、カパタンだよ。あ、こっち、あ、見える見える、綺麗に。え、そんなに声高かった？どっちが年上？こっちです。こっちです。19歳です。20歳。え、でも1個違いだもんね。うん、そうだよ、そうだよ。ほぼため。そうだよ、ほぼためだよ。池田さん、主婦？主婦って書かれて、あら、やだね、ちょっと高い行ってくるわ。ちょっと大根とか書いて帰ってくれる。大根かネギのイメージ。そうそうそう。褒めてる？褒めてる？褒めてるよ。何よ。そういう子が違う。高校生じゃない。褒めてるって。褒めてる。コラボ楽しい。ありがとう。ね、やっぱ違うね。確かに。面白い。面白い。
いつか日高さんとねできたらいいね。その間に私は佐藤かほさんとやる。あ、いいね。ゆずきさんじゃない、行きたい。どっちもいい。もう無理、もうもうダメ、禁断症状出る。最近会ってな、今日会えないか。今日会えないか。会いたいよ。大田司会に私も並びたい。こんばんは。イベみたいなの。そう、え、それがZIPだよね、さっき言ってた。ね、ガチ恋じゃん、だってガチ恋？ガチ恋なの？え、じゃあ佐藤川さんと一緒？気持ち。憧れの先輩ね、会いたいな。あ、会えない時間が愛を育てるんだって。素敵。よく言うよ。よく言うわ。私もし、あ、でも今日一生私日さんと会えたからね。でも明日会えないな。明日会えないな。お誕生日なのに会えないな。お隣池田さんなの？そうですよ。池田さん、池田楓です。池ネットは最近どうですか？池ネットですか？でもよく生放送でやってますよ。、うん、本当ですか？皆さんぜひ買ってくださいね。売れてます。あ、いい感じ。そのにやけはいい感じだね。いい感じです。会いたい、ゆずきさん会いたい。もうダメ。そう、配信する前から言ってるんですよ、カエニャンは。こうやってずっと写真も見て、ロッカーの中に貼ってある写真を見ては会いたいなと思い、思い。いや、こんばんは。こんばんは。確か日高さん、モテモテだね。うん。へえー。いやいや、そんな、いやー。取られちゃう？別にそんなそういうんじゃないんですよ。いや、でも初めてダンス見た時はすごっと思った、本当に。うん、かっこよかった。え、会いたくて震える？震える。プルプル震える系女子かな。ライバル多いね。え、何？こけしポーズかわいい、だって。何こんなに今あった？なんかやってた？やってないと思う。喉かわいい。確かに。喋るとね。あれ？そう。私ね、いい飴を持ってるんですよ。何？え、かわいい。でしょ？ハローだよ、ハロー。これ、ふゆちゃんにもらった、なんか靴下が入ってたんですよね。靴下？見てください。あ、それ好きなやつじゃん。カエニャンの。あ、本当ユズだ。普通の蜂蜜じゃないんだ。へえー。ユズって書いてあった。もう名前敏感だね。なんやなんや。痛いな。なんやなんや。もうダメ。ドラゴンズファンにならないと。だってドラゴンズファン。そっか。もうドラゴンズ。ね、なんか一緒にお仕事できたらいいのにね。でも今高尾さん、なんか生き物関係の仕事をチュリさんとやってるんですよ。うん、それあれ私じゃないと思い、ちょっと頑張ろうと思って。おい、佐藤川さん好きなの？え、そう。え、じゃあ4人でなんかできたらいい。そう、いいね。2人、まあそのね、佐藤さんは別れちゃうけど。ダメだ、それはダメだ。それは邪魔できない。いつも佐藤川さんにはね、あの、うん、かわいい写真をね撮ってもらってね、あのゆずきさんの。え、そうなの？いや、違います、もらってないですけど。多分撮ってるじゃないですか。でもよくネットに載ってるもんね。お世話になってます。いいな、ダブルデート。そう、そういうんじゃないです。え、あれ、そういうんじゃない。そう、言っちゃったけど。そういうんじゃない。ちょっとやめてくださいよ。
違う、ただ好きなだけなんです。でも好き、憧れ、なんかいろいろ入ってない？そうなの、憧れです。いや、2人今日からお友達？今日からオーディション、オーディションの頃はまだ知り合いか、うん、名前だけ知ってる。うん、ナーニャンとめっちゃ仲良かった。そう、でもなんか今はそうでもなくなっちゃったのがちょっと悲しい、うん、悲しい。ココナンさんが来たからね、うん、でもどこにも属さない。うん、私も、私は、私もいや私はカピバラ同好会だった。え、それ入るつもりだったのに、え、お店が閉まっちゃった。そう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 、もう入ってるよ。あ、入ってるの。え、またさ、あの時さ、買いに行かなきゃ。そうそうそう、え、じゃ買わなくてもいいよ。ただなんかロッカーにぶら下がってないのがちょっと、あ、私仲間じゃない。じゃあ今から行こう。空いてる、空いてるかな。え、そう、なんか別になんか、そうなんだよね。え、わかる、なんか、ね、悲しいよ。あと誰だっけ、ゆっち、あれ、あ、そうそうそう、とゆっちとキャさんも、あ、そうだ、キャンティな、あれだよね、前ホテルで一緒に、そう、一緒に行った人たちって感じ。え、懐かしい。その時なん、何やってたんだっけ。握手会、コンサート、握手会、握手会かな。あれ、そっか、へぇ、駄菓子とか買ったよ。え、懐かしいよ、めちゃくちゃ行ったり来たりしてたよね。カイニャ見つけた、だって。あ、あれ、メイクと買っちゃった。特典の写真、ゆずきさん、すごい。誰か、さぞかおさん、にしさんはいないんですか。提供、提供可能、あれ、自分出たら提供可能。ゆずきさんの写真欲しい。猫仲間、確かに。そうだね。そう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 、めっちゃ猫の話もする。写真もさっき見せてもらった。そう、カイニャンチの猫かわいい。黒白の子多い、かわいい。血がね、つながっとるけんね。あ、今方言出た、かわいい。やっぱ家族といると方言出る。聞かせねーぞ、うん、出ちゃう出ちゃう出ちゃう。いいなぁ。 TikTokあ、トーク見てください。やったもんね。うん、恋の根拠、意外と覚えてるもんだったね。うん、うん、キャさんもいた。え、私この曲めっちゃ好き。いいよね。うん、なんかさ、自分に自信ない女の子ってめっちゃ可愛くないですか。可愛い。やっぱね、恋愛ものの曲好き。うん、そう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 、そうしないからこそ。そう、なんか歌詞、うん、え、でもその歌詞書いてる人はそのね、何、それを経験した上で書いてるのか。教えて秋元先生。めっちゃ秋元先生のコーナーすごい。え、めっちゃ気になる。何でも聞いてくれ。帰んじゃん。あれ、ちょっと見に来ないかな。あれ、来てほしいね。2人合わせて30匹。そんなに。猫何匹だっけ。今12 17。あ、惜しい、惜しい、29。やばくない。すごい、29。2人合わせて29匹猫飼ってる人たちってやばくないですか。犬1匹含めたらもう30。あ、もう30じゃん。すごい、2人合わせて30匹です。お家にペットいるの。ぜひお仕事待ってます。え、すごいね。30匹いるよ、すごい。え、すごない。惜しい、すごいね。すごい、初めて、こんなに身近な人でさ、うん、同じくらい飼ってる人がいる。惹かれるくない、普通。普通に。全然友達上がらせられない。あ、そう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 、入れないよね。そう、家族だけよ。あ、猫カフェ。やりたい。でも前一緒に行こうって言いながらまだ行けてないんだよ。行きたいんだよ。
爬虫類カフェもね。え？え？チルトリ？え？フクロウカフェ怖い。うん。怖い。フクロウ可愛い。フクロウ。フクロウは可愛い。うん、我が家の15倍？すごい。2匹。おお。計算早い。やった。爬虫類好きじゃ好き、うん、なんかうん目とかはつぶらで可愛いなと思う。あ、分かってるよ、分かってるじゃん。え、でボコボコしてるのも意外と触れるよ。うん、あ、じゃあいけるよ。あ、いけるかな。いけるよ。でもばっかりっていうのがちょっと怖いな。やっぱ猫でも触れるよ。イグアナとか触ったことある。あ、じゃあいけるよ。うん、なんかね、長崎にねあるんよ。なんかいろんな動物がいるの。もう小動物から、うん、鳥から犬、猫、いいなぁ。で、神奈川全然ないな。動物、その爬虫類とかもいるとこがあって、幸せな場所じゃん、うん、いいなぁ。ちょっとね、料金上がっちゃったんだよね。あれ、そう、そっか、前めっちゃ来た。すごい光るぞ、私ピカーン。え、私の携帯が悪いんかな。自然、あ、そう、バイオパークよくわかったね。すごい。バイオパーク、そう、バイオっていうのは、うん、なんだっけ、なんかバイオハザー、バイオマス発電みたいな。私、バイオマス発電っていう言葉が好きで、小学生の時それについて調べ学習した。なんだっけ、そう、バイオパークです。なんだっけ、なんか自然みたいな。いいな、いいな。え、いいよ、いいよ。あ、バイオって生物。うん、おお、すごい。バイオハザードじゃない。一生思った。面白い。うん、行きたいね。いいな。神奈川はあるの、動物と触れ合えるところ。うん、あんま聞かない。あんま聞かない。あ、でも横浜はね、いっぱいあると思う。まあ、でも水族館は結構あるイメージだよね、神奈川は。江ノ島だったり、江ノ島だったり、江ノ島ね、江ノ島よく聞く。なんか、そう、水族館、江ノ島、ああ知ってる、知ってる。綺麗。イルカとかいるところ。いる。江ノ水族館基本いない。イルカ基本いない。あのさ、遊園地も一緒になってる。あ、それ八景島だ。そう、いいな。そうなのよ、いいよ。え、めっちゃ何この携帯が悪いのかな。いや、カイヤが黒服着てるから。あ、でもこっちの画面では光ってないもん。じゃあ黒の量が多いんだよ、こっちは。あ、そういうこと。え、ほら、あれ、まあ、そうでもない。あれ、なんでだ。そうでもない。カイニャンズさん。カイニャンズねえ、カイニャンズ。あはカイニャンズ。あ、ズラシア。え、でも動物園と水族館どっちが好き。雰囲気は水族館。雰囲気。え、なんか、いや、でもなんか屋内じゃん。あ、そこ大事だよね、夏は。そうなんだよね、きついね、きつい。え、でも楽しいの。え、どっちだろうね。でもさ、子供の頃は水族館のあのタッチプールがめっちゃ好きだった。何それ。なんか人手とかさ、ウニとかが入ってるところ、あれめっちゃ好きだった。たまにさ、口にさ、うん、入れる人いるよね、ちっちゃい子で。人手、知らない、知らない。いない人手とか。でも人手って食べれるらしいですよ。そうなの。すごい。ねえ、私ナマコしか全然触った記憶がない。え、ナマコ触れない。なんか小判ジャムみたいな。え、絶対可愛い。そう、ザラザラしてて、めっちゃ可愛いの。ナマコブシっていうの。そう、面白いの。人でめっちゃ触れる。人で好き。面白いよね。可愛い。人で。葛西臨海公園。ねえ、どこにあるんだそれ。東京のイメージ。うん。でも名古屋になんだっけ、東山動植物園。あ、え、行ったことある。本当。うん、え、どうだった。水族館もあるらしいね、そこに。あ、そこではなくて。え、でもね、
東山動物園めっちゃ広くてね、いっぱいいたよ動物、でも触れ合える動物はそんないなかったかもしれない。モルモットぐらいかな、いいな。じゃあ触れ合えるのは動物園より牧場なんだよ。牧場で乳搾りしてみたい私。やりたい。なんかこうやるんだっけね、下から上から上からじゃなかった、上からか、そっか下からしたらさ下からしたらおーってなっちゃう止まっちゃう上からか絶対できる私。えでもめっちゃコツあるよね多分詰まっちゃうよ詰まってるやばこすみませんなんか逆だね上からこうか。え絶対私できる自信がある。面白そうだね、うん、こうでも取れたての牛乳は私絶対飲めないあれってでもさあれだよね、温めたりしないと飲めんのかな。えそうなの、気になる。私牛乳がもともと苦手だからな。あそうなんだ。そうなの。牛乳飲みたいな。あの豆乳の方が味は好き。あ、うん、きなこ豆乳、きなこ豆乳ちょっと誰か買ってきてください欲しい今欲しい今欲しい飲みたい。コーンフレークは私ギリギリ食べれる、牛乳入れて甘くなるけんね。そう、ね、なんかしなしなのコーンフレークは食べれない。嫌じゃない。嫌だ。そうしなしなとパリパリの間がちょうどいい。そうなんだよ、やっぱ同じだ。給食は飲まないです牛乳。残してた。頑張って飲んでた。ひろくくまさんありがとう牛乳な、牛乳パック洗わないといけないのが嫌だった懐かしい、やってた。ちょっとね、匂いが、そう、めっちゃ臭いよねでもカレーの日は牛乳飲めた。なんで、なんか辛かったのかな。辛くはないか、なんか飲めたの。へえ。あれマイクさん、かわいい。ヨッシーさん、尊い。ありがとうございます。チュチュセボールしたい、ね、ロケで行きたくない。行きたい。誰で一番早く絞れるか、その何リットル、やりたいな。できるできる。いけるいける。牛頑張れ牛とまず仲良くなることがね。そしたらもう自分から牛出しそうじゃん、そんなのね絶対。絞らなくても。そう、かわいい。どうやってさ牛ってさ出すんだろうね。押されなきゃ出ないんじゃないの。どういう気持ち何この話なんかバズラスマスとかで行けないのかな。ね、行けそう。行きたかったな。次なんかあったら絶対ね撮りたいし、私も挑戦したいです、うん、頑張ろう、うん、自分行きたい行きたい行きたい、何でもしますね。本当に生き物関係やりたいね。泥だらけになっても構いません構いませんあれ振ってバター作ったり。ああ、私小学校やってたな。牛の前でショールーム見てるだって。え、牧場にいるんですか。いいな。いや、違うかも。焼肉屋さんとかかもしれない。あ、そっちもう、美味しくいただく方外ロケ、そう、大丈夫。火の中、水の中ですよでも私、高校は酪農高校に行こうとしたんだよ。いや、私も憧れてた、うん、北海道の北海道まで行く予定だったの。そう、でもギリギリすぎてお父さんに止められたの。そう、気持ちは伝わったけど、メロンとか作りたかった。メロン、美味しそう。あれ面白い、あの漫画面白いよね。銀の、銀のサジ見た。それ見て余計に、ね、そう行きたくなって。そういうのやりたい。やりたいよね。すごい、牛飼ってた。いいな。今は愛知牧場の前。すごい、私映画見た。そう、競馬のお仕事は難しそう。競馬？うん。ああ、叩きた
くない。優しい。競馬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 だって。めっちゃ突っ込まれてるよ。なんか遠いの方すごいね。もうツッコミがすごいの。え、私さ、メダルゲームの競馬のやつがさ、うん、好き。私ね、メダルゲームが好きなんですよ。子供っぽいと思うかもしれないですけど、メダルを入れて上から玉が降ってきて、ふっ、うん、かぶったらドボンするやつわかる？何それ。ゲームセンターにあるやつ。ちっちゃい頃はやってたかな。メダル落とし。そう、めっちゃ楽しいよ。え、でも私あれやってたか。19歳だからできない。あの、じゃんけんするやつとか、メダルで。え、知らない？じゃんけん、じゃんけんしたり。あ、わかる、わかる、わかる。あっち向いて、向いて。そうあれめっちゃ敵強くない？めっちゃ強い。え、絶対勝てないもん、あれ、うん。あとはなんか宝箱とかをなんか当てて落とす。射的？そう、好き。金魚すくいも大好きだった。あ、好き。一番金魚好き、うん、面白かったな、ね。最近見ない。ゲームセンターにすら行かないから。ゲームセンターのロケもやりたいな。クレーンゲーム得意じゃないんですけど。あれ？好きなんですよ。得意かと思った。めっちゃお小遣いはたいてクレーンゲームにめっちゃやってたんですよ。え、やりたい。そのさ、何円でさ、何個取れるかみたいなのやりたい。やりたい。最近 YouTuber さんそういうのやるよね、うん、いいな。 YouTuber になるか。あれ、え、でもこっちゃんさんが今、うん、もうやってるよね、うん。お二人さ、こっちゃん、なんかいろいろやりたいことたくさんあるけどさ、なかなかさ、こうね、そういう、なんか選んでもらってそういうことをするっていう機会がなかなかないので、人数が多いからな、うん。研究生のまたね、ゼロポジションのロケがあったら嬉しいな。そうだね。え、でも成人式の時にちょろっと言ったよ。お、ゼロポジまた研究生やってくださいみたいな。竹中さんに？うん。もう一人の方に。あ、そう。ああ、できたらいいねみたいに言ってて、もうちょい、もうちょい頑張って押す。もうちょいアピール大事。そう、前もね、楽しかったからね。めっちゃガチでやったもん。ほんとだよ。縄跳び死ぬかと思った。え、そうじゃん。どこまでやったっけ。縄跳び、縄跳びまで、あ、縄、ん、萌えゼリフみたいな。あ、やってたかね。やりたいね。あれ？マサイカの画面見てます。アピールしてるよ。あれ？アピールしてるよ。私がマサイカちゃんのファンの方に刺さらないから。私は、いや、刺さるよ。私普段ナギキスとかをウィンクしないから。ネタだよ。あれ、私のファンの方はこれで喜んでくれるんですけど。いいね、多分。私はなんかもうキャラがね、ちょっとわかんない、うん、キャラが迷走してて、結構なんか握手会とかはなんか甘々な感じなんだけど、なんか結構なんかあの、なんだっけ、鉄なのさ2分なん動画とかではなんかバラエティみたいなこともするし、あ、そうなん、なんか、うん、キャラ迷走中って感じだよね。え、でも何でも迷走中といえば。何何何？え？うん、何でもいい。いいよいいよ。え、何何何？逃走中みたい。あ、そう。逃走中みたい。逃走中、この間テレビでやってたな。ヒカキンさん出てた気がする。うん、すごいな。さん。後から付け出した？いや、あんま見たことないんだよね。え、YouTube？ ヒカキンさん。やっぱ女子力の方を見る。あ、見る、見たことあるよ。見るよね。見るし、え、YouTube ね、面白いやつ教えてください。ね、知りたい。なんかすぐね、48グループの動画がね、出てくるからね、おすすめに。それ見ちゃう。そう、最近野菜シスターズ見たよ。あー、かわいいよね。かわいい。もし自分がさ、出るとしたら野菜なんだろう。なんだろう。自分の好きな野菜なのか。普通になんか、あれ、ポジション的な話だ。そうだよね。可愛いのがトマトだったからな。トマトがセンターだから。
うん、なんだろう、なんかそんな、なんだろう、私、好きな食べ物、好きな野菜は、好きな野菜はナスビなんですよね。ナスビってさ、ともちんさんだったっけ。ナスビとナスって違う、いや、一緒あ、一緒か、私も好き。じゃあ、あれナスでも、でもね、ほうれん草がいい、大島優子さんがほうれん草だから。でもちょっと、いいね、うん、そうね、そうです。なんだろう、あとは、何がいいかな。パプリカも、パプリカって言ったら嫌だ、もうそれこっちになっちゃうよ。パプリカは、まゆゆさんがパプリカだったかな、かわいいよね。よく覚えてるんです、すごい。トマトはあっちゃん、さすが。ああ、私、うん、名前から取ってサヤエンド。あーあー、かわいいね。カエニャンは、カエニャンは、カエニャンはなんかないかな。キュウリ会、私キュウリ会ではないんで、そうね、スギチルだけどね、キュウリ会じゃないから、キュウリ、それ待ってなくていいんでしょ、別々別々。マタタビ、ちょっとそれ野菜じゃない、マタタビ。猫だよ、メロメロになっちゃうね。カステラ、カステラは野菜じゃないと思われる。ダメ、トマトはセンターだからトマトはできませんね。ね、トウモロコシ。トウモロコシ。まあまあまあ、やる日がね、来るか、ね、来ないか。でもなんか自分たちでさ、再現みたいにやりたくない、うん、なんかよくヘビーローテーションはさ、いろんな方が再現。めっちゃ見てた、やってたやつだから。全員男の人のやつ見てた。見たことある。めっちゃ好き。面白い。もう今もあるのかな。終わったら見よう。好きだ、面白い。あ、超好き。見たことありますよ、皆さん。ヘビーローテーションの MV の。ヘビーローテーションもう本当にもうど真ん中すぎて、あれね。まだあるって。じゃあ見れる。そう、あのミュージックビデオ再現してるやつ面白いよね。ああいうのさ、いいよね、うん、まずちょっと段ボールに鍵穴開けて鍵穴そっからスタート。最後はやりたい、ショーめっちゃ可愛いやって、やりたいね、めっちゃやりたい、面白い。みんな面白いことよく考えるな。私は大島優子さんに会いたいんだけど、誰か会いたい人いる？私は山本彩香さん、あー48グループだとね、会いたいね。そう、まあ、あとは普通に渡辺美樹さんに会いたい。うーん、絶対好きになってると思う。サヤミルキーさんや、最強よ、最強よ。そうダンボール。あと誰だろう、みっちゃんがよくともちんさん出てるよね。あ、好きだったって言って、すごい会いたい。現役さん、うーん、メンバーさんやったら誰だろう、峯岸さんとか。あー、最後会いたいね、ね、卒業しちゃう前に会いたいな。わかんない。あー、渡辺麻友さんにも確かにいろんな話聞いてみたい。うん、高見菜さん、あー、いたい。なんかさん付けするのが不思議なぐらいさ、なんかレジェンドな人たちって普通にファンとして呼び捨てで呼んでたから、なんか自分たちがなんか後輩なのかなって実感がなくて、なんかさんをつけるのも不思議な感じがするけど、なんかね、なんかそういうなんか憧れてない人たちに会いたいし、うん、なんかさ、SKE もさ、なんかそういうなんか若いさ、女の子がさ、それを見てさ、48に入りたいみたいに思ってほしいから、そう、そういうのもちょっと目標ですね。そうだね。私なんか急にそうそうそう、ちょっと目標、なんか、そうだね、よくないだってさ、サーヤに憧れて入りましたみたいな人が来たら嬉しくね。嬉しい、嬉しくね。今自分たちがその立場だよね、今憧れて入ってきたから。そうそうそう、次、いいね、次の世代で次の世代でつなげないと
みたいな。いいね。次期の子たちに何て呼ばれたい？カイニャンさん一択かな。カイニャンさん、サーヤ、サーヤさん、なんかやだね。サーヤさん。沼。イリュウチさん。イリュウチも長いしな。さやかさん、いやなんか違うな。サーチン先輩はちょっと禁句なので。そうなの？そう、サーチンは禁句なの。一瞬さ、一瞬ニックネームさ、いや、今もそう。決まりじゃないの？そう、多分次変えられるのな。サーチン？そうなの。あえてサーチンって呼ぼうかな。ダメだよ。どっから来たの？高校の時呼ばれてたの、そうやって。ファンの人は？私はダメって言ってる。あでもたまに言ってるの。へえ、私はかえちゃん。かえちゃんって呼ばれる？うん、呼ばれない。あれイケさん、かえにゃん。かえにゃんはかえにゃん。かえでちゃんって呼ばれる？かえでちゃん、ファンの人に、うん、あ、呼んでくれる人もいるけど、でもかえにゃんが一番多いかな。かえにゃんが一番嬉しいか。やっぱ自分で考えたニックネームが一番いいよね。うん、サーヤがいい。そう、一回間違えてさ、多分打ち込むのを間違えたのか、カイニャになってた時期が一時期ありまして。知らなかった。カイニャンなんだよ。カイニャン、カイニャン、カイニャン、イケニャン、イケニャン、イケニャン、のイケニャン。そうね、最近イケさんとかもあるかもしれない。イさんはイさん、イさんはなんかメンバーみたいな。やだ、イさん。そう、みんなそういうね。フさん、ササン、イさん、あれ、キャさん、フさん、イ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 の方、イ、そう、ウッチ、ウッチって呼ぶ人おる？いない。サッサン？でも池田のイでイさんだから、あなたもイさんだよ。あ、そうだ。じゃあかぶっちゃうね。かぶりで。サッサンだね。サッサン。そう。あ、風。二人下がって風邪ひいてる。え、そうなの。まだ治らない。気をつけないと。なびびく。ハニャとサヤのコミ名。なんかさっき、あれ？テロップに。ああ、さやかえでか。だもんね、さっき。池沼？なんだっけ？池沼？池沼？あれ？でも前からは、さやかえで推しっていう方がね、いるんだよね、たまに名前に。嬉しい。なんだろう、あとは、さっきなんて言ってたっけ？やばい、めっちゃ穴声になる。あれ、本当だ。チコ消し。あ、そうだ。忘れちゃってた。チコ消し。池沼やばい？やばいか。池沼なんでダメなの？ね、深すぎ？何？深い？あ、深い？何？沼池？沼池ならいいんだって。おお。ネットスラング？ネットスラングって何？何それ？あ、難しい言葉か。難しい。カエニャって呼ぼうかな。やめて、カエニャンだよ。カエニャン。カエニャンはカエニャン。池田メープル。そう、あの、私さ、英語にするとメープルなんだ。あ、そっか。よくない？なんか。え、かわいい。メープル。え、かわいい。さやかはないな。え、ある？池。ないね。池って英語でなんて言うんだろう。池。池。クールだって。クール。さやかはクールなの？クールメイプル。すごい。すごい、かっこよくないですか？え、いいね。涼しいだからクールなんだって。おー、いいね。リバーはカワーじゃなかったっけ？ポンド。池はポンド。ポンド。レイク？ポンドライスフィールド。ポンドライスフィールドメイプルなんて私英語で言う。すごい、めっちゃなんかかっこいいね。かっこいいでしょ。かっこいい。ポンドライスフィールドメイプル。あのね、田んぼの田ってね、ライスフィールドっていうのって面白くない？え、それ一つで？うん。え、長っ。すごっ。ポンドだけど、ん？略してクープル？え？うちらがってこと？
あ、そういうこと？クールメープルアイランドだって。おー、島だから。確かに島ってやっぱ使いやすいな、なんか、うん、入りがさ、いいんでしょ、うん、そう、うちがうちって何、うちはうち英語で何なんだ難しい、全部英語にしようとするこれやばいでしょダメだイントゥアイランドクール、イントゥアイランドクール、かっこよインサイドアイランド、えおー、いや、なんか海外の映画とかにありそう、インサイドヘッド演じてる、嘘、めっちゃ好きだった、ピッチャー好き、あーいいな、最近映画見てないから見たい、え、行こう、行こう、さ、今何やってんの、あ、見たい、めっちゃ見たい、新しい曲、わかったよそこイントリーでしょ、くまちゃん可愛い、ありがとうございます、ピア、これ、こういうの好きなんだよね、くまさん子供っぽいけど、こういうのが趣味なんです、私も可愛い系着てみたいけど着れないな、なんかもう自分の中で似合わないと思っちゃって、うん、可愛いね、似合うでしょ、これの羊バージョンあったらいい、え、欲しい、ショーンじゃん、ショーン、ショーン、私はいつかショーンになるので中身でしょ、そう、え、Cだよ、あビッチャーでしょ、犬、そう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 、犬なるよ、なるよショーになって子供を笑顔にしたいんです、素敵いいでしょ、もうね、なるんだよね、そう、もう絶対なる、しょうがないよねそう、撮影中の人とかいないよね、うん、いないよ、なるんだよ、そう、なるんだって、そうで、この間のね、パーキングエリア、そう、こう、なんだっけ、あ、そうそうそう、先輩がいたよ、道丸くんと、ね、ルネパンダ、ルネパンダ、そうだ、可愛かった、動きがめっちゃ可愛い、すごい音してたけど可愛かった、可愛い、可愛い、可愛い、なんか可愛いと好きっていろんな言い方あるね、なんか去年からさ、可愛い、可愛い、かわちぃってもうナーヤンが言い出したのかな、あれ、でもなんかネットを言っ、そっか、でも好きの方がいろんなパターンがあるよね、スコースコースチスピ新しいあれキャワ、あ、かわいい、確かにある、おキャワさんかわよ、あ、いっぱいある、え、すごい、ね、かわゆ、かわゆ、かわゆ一時期あったよね、かわゆとか、ある、確かに、あ、ワイカー、確かにあるね、前髪伸びてきたね、伸びてきた、しかも今日なんか強風でね、アイロンがかわゆす、うん、あー、ある今日はスキピーキャワキャワのキャワ、すごい可愛いんだね、キャワキャワキャワミサワありそう、すごい、私からタイプ C の DVD 見ながら買いました、ありがとうございます、みんな見てくださいね、まださ、YouTube に上がったワンハーフしか見てないからわかんない、そう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 、ね、めちゃめちゃ回ったよね、走ったよね、MV、あ、そこまだ見れてないもんね、めっちゃ早く見たい、汽車ごっことかしたんで、そうした、誰と一緒に前に出たかな、え、誰だろう、あ、あやむるさん、うーん、トラブルじゃないかな、めっちゃ面白かったな、疲れたけどね、丸一日、うん、ハート作ってくださいって言って、わー、白黒、あ、すごい、あれじゃん、大人の大人のさ、なんだっけ、さっき言ってたやつ、なんだっけ、白と黒のなんか、あ、違うなんだっけあれあれあれ、あの、食べたいって言ってた、ああった M の、M、M さん、M さん、このハート作った人すごいよね、黒とか白とかなんとかの世界でなん、パンダが、ね、パンダ笑うみたいなのあるよ、ね、まだ見てないんだけど、私も見てない、面白いかな、分からんね、
すごいね。お示しだって。私が姉？え？どれどれ？シェって懐かしくね、あれだよね。シェ！え、懐かしい。え、シェ？え、そう。え、誰だっけ？名前忘れちゃった。なんだっけ？え、バカモン？え、お笑い芸人さんじゃなかった。あれ？嫌味？何？わかんない。嫌味って何？あ、キャラの名前か。びっくりした。うう私たちなんか言っちゃいけないこと言ったのかと思った。ね、私、シェってそっちじゃなくて、ただただあの…あ、長野さんだ。お笑い芸人。長野さんを思い出したの、シェは。あ、おそ松さんにいるんだね。え、ね、面白そう。面白いんだけどさ。面白いんだけどさ。見てますか？ゴッホより宇宙にラッセンが好き。懐かしい。懐かしいじゃないよ、今をときめくだから。あ、そっか。え、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。さ、ん？今、お笑い芸人さん誰だろう。本当テレビ見てないから分かんないの。テレビ見らんけん、全然分からん。最近 M1 グランプリあったけど、ミルクなんとかみたいな人が勝ったよ。すごい。え、だからミルクボーイさんだって。わかんないんですよ、見たことない。あーすごいよね。そうなんだ。うん、すごい。コーンフレークやないかい。あ、そんなことを言ってるのか。見てみたいな。テレビ見なさすぎて本当に話についていけない。一番は私はサンドイッチマンさん。あー好きとノンスタイルさん。あー好き。もう王道よな、ずっと前からいる、うん、一緒だ一緒。サンドイッチマンジェラード、え、ジェラードさん知ってる？知らん。え、名前聞いたことある。あの握手会のネタが多いんだけど。そう、え、わかる？なんて説明すればいいんだ。あれ BKB まで、え、恥ずかしい。バイク川崎バイクさんだっけ。うん、何が好きかな。タイムマシーン。何が好きやろね。タイムマシーンって言いました。今、うん、あいる。秋元先生の真似する。え、そうなの。うん、めっちゃ似てるよ。見たい。あとで見よう。あ、ね、スピードワゴン。甘い。ハンバーグ。ハンバーグ。甘い。最近はハンバーグだ。ブー。そう、やりたい。会いたいね。会いたい。え、まだ一回も会ったことない。前はハマカンさん。小沢さんも面白い。ね。ハマカンさんも面白かった。ゼロポジの時。うん、面白かった。そう。めっちゃ。ですよ。懐かしい。ですよの最近。え、そう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 。懐かしい。謝ることだっけ、なんだ、謝ることいっぱいだっけ。ね、なんかハンバーグ。バズらせます。バズ、あ、昨日だっけ、バズらせますで、あのそういうとこあるよねが、うん、フルで。そうだ、まだ見てない録画してあって、うん、見なきゃ。ね、見なきゃ。ね。ね。ね、皆さん今日は発売日ですよ、うん、そうだよ。買ってください。見てください。聞いてください。おすすめはタイプ C。 そう、私たちの初めてのC。 C どっちだろう、こっちで合ってるのかな。 C です。裏面は、裏のジャケットは私たちが乗ってますよ。乗ってます、初めての。嬉しい、本当に嬉しい。楽しい。ビタミン C。 そう、初 MV だね。そうだね、そうだ、楽しみ。え、本当いい曲だよ。うん、好き、嬉しい。買わないと。握手会も届きました、ありがとうございます。握手会も待ってます。待ってます。次あるのは2月1日だもんね。うん、 AKB さんの最後だ。最後、サステナブル。あれ、きみこれしか分かんない。あれってなー。あれのミュージックビデオも好き。
見てないかもしれない。なんか歴史を振り返るみたいな。そうなの？エモエモのエモ。見よう。おお。しすぎるじゃない。あとは何？やっぱすごいね。カイラのファンの方、アバターが全部カステラニャンだよ。うん、そうなんです。名前カステラニャンだって。カステラニャンで。かわいい。みんなね、いいなんて言うんだろう。ちゃんとしてるんだよね。そういうところもちゃんとしてるんだよね。いいね。この服着ていろんな人のところ行っちゃってるのかな？あれ行っちゃダメだよ。あれさっきチンチコチンにいたよ、カステラニャン。でもまあそれは明日がね、私のあれだから、ちょっと宿題を確認しに行ってくれてたのかもしれないし。ああ、そういうことか。でも怖いですね。毎回宿題って怖い。ピアスさんとランナーさんからなんかすごい。なんかすごいね。なんかさっき聞いた話によると、なんかポッキーゲームみたいな。そう、待って、何やってやるの？わかんない。ちょっと。抜け出し禁止です。そうだよ。まあ、なんやはココナさんだね。そうだよ。ココナさん。うん。別に、なんやのものだとは思ってない、自分は。そっか。生活は、違う。もう違う。違うのよ。何でしたっけ？明日の宿題知ってる人います。待って。今日で締め切りだったって、2月1日のやつ。いっぱい言えなかった。SKE の方ばっかり言ってた、ね、かもしれない。悲しい。もう終わっちゃったんですね。待ってます。待ってます。押し増しできるのかな？押し増ししてね。ね、最後の写真だよ。写真だよね。撮影。ツーショット好きだったのに。何着よう。ね、まだ決めてない。何着よう決めらんないんだよな。あのさ、半袖のさ、あのさ、あれ曲名をさ、書いてあるやつ着ようって言ってたのさ。5月って寒いかな。ちょうどよくない？会場内、逆に暑くなる。5月ちょっとやりますね。やります。パジャマ着たことないな。ある？すごい。あるある。確かいろんなやってみたいな。もうね、滑走路になるので皆さん来てください。私が並びます。ありがとう。お互いに並ぶプラスだとかおさんも並ぶ。ほのかにずきさんも並ぶね。一回体験してみたい。そう、それは本当にどんな味なのか。絶対もうイチコロだよ。そう、並びたい。ゆずきさんのね、さとかおさん。だってさとかおさんの例言った人絶対好きになってますよね。よく聞くよ。さとか本沼ですもんね。日高さん沼。あるよね。絶対好きになる。なるよ。これ以上好きになってどうするよ。もう限界いってない？限界突破だよ。すごいね。マジで本当に。釣りし、そう。いいな。剥がされてもね、私は粘っちゃうかも。剥がされたことないからな。でもなんかスタッフさんによって違うもんね。すごい怖いの時もあるし。怖いね。元祖沼。もう最後ちゃんのものになったわけではないですよ。私はちょっと自分では言えないタイプ。いや、自分は思ってないけど。白いね、これ。なんかいい感じのフィルターかかってるみたいなね。なんか、インスタント、うん、違う、それ食べ物？インスタントカメラ？インスタントカメラ、合ってるか。うん。懐かしくない？ガチャガチャやってさ、こうやって撮る。
あんま使ったことないんだよね。映るんですって。あ、そう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 。使ったことないんだ。それで写真撮りたいんだよね。なんかめっちゃいい味で出ない？最近流行ってるなと思ったけど。ちょっとなんかね、昔っぽく映るやつ？そう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 。いい感じになんかね、鼻が綺麗に映れると思う。そんなにさ鮮明に映らないからさ、ごまかせる。いいね、そうやりたい。知ってるよ。なんか小学校の頃の遠足とか持ってって、撮ってた。あ、なんか謎にさ、それだったらいいですみたいなルールある。え、そう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 。普通のカメラは落とした時に怖いからちっちゃいから。ね、ハート作ってって言われたら、ハートってどうやってやる？一人でハートって。あー、やっぱ人それぞれ可愛い。これもできるよね。あ、でさっきこれなの。ハート、これはちょっと恋の根拠。そう、ハート、ハート。そう、ハートいっぱいあるね。似たね。メガネ、シダラの声、神だわな。いけるよね、これ。めっちゃさ難しいんだけど。欲しくなる、欲しくなる、欲しくなる、欲しくなる。指ハートは JK っぽい。確かに指ハート恥ずかしくてできないけどね。できない。そう、恥ずかしいんだよね指ハートって。今はなんとかいけるけど。いやいやいや、指ハート系女子。あれ、かわいい。つまんじゃうぞ、つまんじゃうぞ。つまんじゃうぞポーズの中で初めて聞いた。つまんじゃうぞ。みんなのハートをつまんじゃうぞ。わしづかみじゃない。わしづかみ。レオナさんめっちゃさ、ね、かわいい。髪の毛切られて いました。今日見えたね一瞬。うんうん。あ、手があると。ちょっとだけ会えた。光飛びしない。ほんとだ。あー、いけた。うん、うん、あらあらのって言ったの。あらのあらのあらの。今何分やってるんだ。今何時なんだろう。携帯がこれしかないから分かんないんだよね。今何時ですか？って言ったらめっちゃ皆さん教えてくださいますもんね。ね。8時49分。何分から始めたんだろう。もうすぐ9時じゃん。え？あ、でも1時間。え、そんな感じしない。ね。あっという間。早いな。初コラボは1時間。いいな。ちょうどいいくらい。あれ、かいにゃん。住んでないよ。カイニャンめっちゃ放置してる。あれ、カイニャンズが悲しくなっちゃうよ。カイニャンズ、カイニャンズ、カイニャンズ。放置民、放置民。カイニャンズさん。どいどい。これは友達コレクションみたい。え、懐かしい。え、やってたね。自分だけに美味しい食べ物とかあげてた。ああ、大好物あげると飛んでいくよね。え、そう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 。たまにカビた食パンあげて。楽しかった。あれ、島民の方ぜひ。島民、島民の方、私のルームもフォローしてください。してください。またいつかできるとね。はいはい、みんなのこれかまってあげる。はいはい。お母さん、するようだって。やったわ。好きです。長崎県、そう、長崎ですしね。してます。おお、嬉しい。壁には気をつけて。ありがとうございます。そう、おお、大富豪遭遇しました。お、ありがとう。かまってちゃん、かまったよ。全然読んでなかった。くぼっちバラ、ありがとう。マックスハート、ありがとう。はい、かまったよ。かいにゃん、やっほやっほ。
単の扱いでも人それぞれ。そうだよね、握手対応ケーキ店の私知らないから見てみたいんだよな。横のレーン救急だとして見れないから。うん、でも青海さんはわかる。青海さんはわかるよ、うん、かまったよってカニアと大富豪対戦したいだっていいよ。あれ9時からゴールデンベッドタイム。そうゴールデンベッドタイム。サーヤのところフォローしに来た。 ありがとうございます。うれっぴー手の大きさ比べてみてって。私めっちゃでかいよ。ココナさんが配信始めた。え、カイラがでかい。私の手大きいんですよ。え、すごい。ぜひ。私大きいかと思ってた。お触りしに来てください。いた。ねえ、でかいかと思ってた。身長いくつなの。私は154センチ。私は155センチ。イエーイ。でも1センチだから。1センチよ。1センチよ。ひどい。私オートでやってないんだけど。え？めっちゃファンの人に言われる。そう。じゃあ出すのが早いってことだよ。いいことや。たまに、ね、あの通信切れて、うん、あのゲームに復帰できなくて、たまにある。オートになってる時あると思うんだけど、基本やってるよ。悲しいな。そうだよね。なんかハートありがとうございます。ハート。ハートハートハート音はすぐ分かる。確かに私も分かる。ファンの方の音。そう、私めっちゃ自力でやってるのにファンの人が音だとさ、うん、わあ気づいてないのかなって、ね、出会ったことに気づいてないのかなって。え、気づかないの。え、でも音声出してないから。うん、うん、たまにさ、でもさ、ブチってさアプリ落としちゃったりした時は、うん、多分音になってる。え、でもオート多いな。そんなスタンプ返してくれる人好きだよ。うん、好きだよ。好きだよ。あのこうやってわーってやってるスタンプ、あれ好き。ってやってるあれ、あれ好きね。でも私前ノーっていうスタンプをめっちゃ連打されて。ええー、何それ。え、どういう気持ちでノーって押してんだろうって。すごいかわいそうに悲しかった。何ノーって。なんかパンチされてるスタンプはあなんかなんとなくわかるけど、ノーって何？どういう気持ちでノーなんだろう。めっちゃ悲しかったよ。私無視しちゃった。もうスタンプ返さなかった悲しくて。無視そう。ココナさんとひめたんとマコピで配信してる。みんなやり始めたね。あ、忖度しないよって。あ、それも確かにあるね。うーん、そういうことか。私も大富豪イベントやってるからやらなきゃ今日も、うん、頑張れ。頑張る。ハワイに行くんだねえ。難しいけど頑張る。やれるとこまでえ今日はたくさん笑いました。ありがとうございます。楽しい。そういうとこあるよね。たくさん聞きました。ありがとう。ありがとう。いっぱい握手会も来てください。来てください。待ってます。もっとね、ちょっとね、うん、頑張ろう。頑張る。そう、いろいろあるじゃないですか。悔しいんですよね。そう、悔しいよ笑ってるけど今、うん、悔しいことはたくさんあるね。初期からもう言い出したらキリがない、うん、かな。まあでも上に上がるしかない。そうそう、から下にいれば上に上がれると思うから、うん、頑張ろうね。2年目だからね。もう SK カニスト握手会来てください。お願いします。来てください。待ってます。絶対後悔はさせないよ。そうだよ、そうだよ。頑張ってね。ありがとう。お仕事の方がさらせるまずい。そうだよね、そうだよね。もう
人とも頑張れ、ありがとうございます。ねえ、早く劇場も出たい。次いつ出るかわからないけども。そうだね、最近公演ない、少ないかな、今ないからね。公演もとにかく大切に私は頑張ろうかなと、うん、公演しかお仕事がないんですけど、でも公演に出られることはありがたいことなので、うん、公演を大事に頑張るので、皆さんは握手会に来てくれたら嬉しいだねかな。うんね、うん、なんか、頑張ってより頑張ってるね、頑張ったねが嬉しいな。なんかさっきポンさんのメールを試しで取れて3日間、そしたらあーっていうすごい納得したねメールがあったんですよ。うーん、あもう9時ちょっと大富豪やろう、うんうん、大富豪今やんないよ、これ繋いでるから。あ、会にあんの、うん、あ、そういうこと、え、できるかな。じゃあ私の配信は今から終わりにします。ランキング見ます。38位6度1、1位マイク、2位ナナシ、3位カゴ、4位ゼータン、5位バショ、6位ケイパパ、7位ムツミ、8位ミズティ、9位サケビタリ、10位マサキ、11位タツヤ、12位 S、 13位松井ジュリオ、14位小雪、15位カズヤッチ、16位アツシ、17位キミちゃん、18位リバータウン、19位プンポン村、20位カブトムシのリン。皆さんありがとうございました。急遽の配信、初のコラボ配信はカイニャントでした。スクショします。よし、コラボね、やっぱり違いますね、楽しい ね、これから少しだけ大富豪するので皆さん一緒にやりましょ う。今やったらさやかちゃんのときめきもらえるかも。やったやったやろう。じゃあ今日も都民の皆さんが大好きです。ありがとうございました。ありがとうございました。池田楓でした。ありがとう、おやすみなさい、バイ